文化風俗とクラフト。田舎風の石壁はそのオーセンティックな魅力で都市の人々を強く引きつけています。その作り方には工夫が必要です。唐津見という特別なクラフトの職人は常に減ってきています。ですのでカルパチョボ村の年配の職人も弟子がいないのを懸念しています。他の地元のクラフト、場所作りは間もなくなくなってしまうでしょう。ヨフコフの不滅の小説、馬車の歌を聞いたことがありますか？窓を通して暖かい雨の霧のように鳴り響いている馬車の音が入ってくる。下り坂に怒鳴り、また少し静かになり、平らになってからはいよいよ馬車が早く出発して歌い始める。その硬い音は夜中にチリンチリンとなり、車輪の下に飛び入り、白い鳥のように飛んでいる。ブルガリア帝国の成立前にもスラブ人の従来の職業は蜜の栽培でした。この地域で養鶏は今でも人気のある職業です。香りと味の質でここの養鶏はヨーロッパでも高い水準を誇っています。職人たちは蜜の栽培が科学だと信じ、熟達するには忍耐力と蜜蜂への愛情が必要だと言っています。